맞다! 손날까? 손날까? プレゼントってしてますね 내가 오빠의 친구야? 스고이 서프라이즈가 아니야? 누구나? 기쁘고 미했다! 미했다! 야, 근데 정세 카르세 헌터? 여러분, 안녕하세요. 가오세이 채널의 바바です. 本日はなんと 가오세이ちゃんの 誕生日です. 眠いです. 今朝6時でまだ2人は寝てるんですけど、 起こすところからね、 お祝いしていこうじゃないかということで、いろいろ準備してるんですが、 かほちゃんが トレジャーハントをしたいと言っていたので、 なるほど。誕生日プレゼントをそのままポンと渡すのではなく、トレジャーハントしながら最後に本当のプレゼントにたどり着く、なるほど、という準備をしてあります。はい、じゃあ早速寝ている2人を起こしに行きましょう。もう行くんですか。はい、レッツ。 おめでとう。セーフベッドもう台無しじゃん。セーフベッド、髪の毛まみれですね。びっくりした。 じゃあパパ、あれを指示したいんですか。今日誕生日なんでね。お祝いしてますよ。怒ってない。今日のお姫様と。怒ってない。怒ってんの？サプライズしたんだよ。
こちらが本日のイケメンがイケメンがこの二人が今日の主役ですね。足にいっぱいついて大変だってパパ。はい、片付けるのに1時間。ベッド一番腕が重いね。シェは実は毎日このダンでスリープしてるね。うん、はい、足でなんか高いところから引っ張ってパーンってするやつ。ちょっともう一個持って、一個ずつ引っ張んないよ、その輪っかを持つんで。今パパがね、引っ張ると思ってちょっと焦っちゃったもん。何を言ってんだ、そんなミスはやりませんよ。いや、やりそうだよね。はい、バラ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 、3、2、うわぁ、うわぁ、うわぁ、意外と地味。じゃあ、お祝いも終わったということで、ここでプレゼント。いや、これ絶対嘘だよ。絶対嘘だよ。絶対嘘だよ。そりゃぁ、だってプレゼント期待してたんでしょ。そうね。一応やっぱちゃんとね、サイズが全然違う。絶対嘘だよ。はい、座ってあげよう。誕生日おめでとう。絶対嘘。こんな家、こんな服。パパ、それじゃない。え、じゃあこれ。もうもう一回ないよ、パパが間違えた方がそうだよ。お前が、いや、見てないよ。いや、ぐちゃぐちゃだわ。これだって言ったじゃん、言ったじゃん。こっちだってじゃあさっきの話、ママが言った時聞いてなかったってこと。さっきもすごい大切なの。二人でせーのでいきましょうか。怖い、なんか飛び出そうなんですけど。いっせーの。なにこれ、歯。不思議だ。おめでとう。でぶっ壊れちゃったよ。じゃあちゃんと準備してますよ、さっきね、渡そうとしたやつが、ね、はい、ちょっと一応サプライズで、ね、さっきのがね、はい、もうグダグダよ、パパおめでとう。あー、これ結構ヘビ。そうですよ、また箱じゃ。さあ、思っていたものかな。いや、どうします。せーの、どう。何この、どんぐり、どんぐり、どっくりじゃない、マジぼっくり、マジぼっくりだ。おめでとう。せーの方、思ってたものですか。ですか。あー、私好きなものだった。私の好きなもの入ってた。好きなもの入ってた。何が入ってた。はい、やった。はい、やった。せーは、ティッシュ、よかったじゃん。使うよね。よかったよ。せ、さっきの紙、さっきの紙は、これ絶対なぞなぞだよね。なんか紙が出てきましたよ。多分これつなげるんだよ。もう、あ、いや、グググしよう。え、もう足りない。せいがもう一個持ってるはずなんだ。あー、ごめんね。あ、ダッパじゃーん。
迷路だ。受け子。あ、わかった。迷路にスタートとゴールなんだと思うんだけど、ゴールまで行く場所の言葉をつなげていく。OK、じゃあつなげて。したら多分もうこれです。でもめっちゃこれむずいんです。テープで貼り付けましたよ。この迷路ですね。いや、スタート。こう。どう。もう。ハウリマリチ。べ。や。え。す。す。め。子供を部屋へ進め。九。九ってどういう意味？九回目。子供部屋？九回行くってことか、子供部屋に。子供部屋ってあるっけ？ある。俺たちの部屋。てか本日のイケメン逆になって帰ってきた。イケメン。え、子供部屋って？せいちゃんの部屋だよ。じゃあせいちゃんの部屋に行ってみるか。分かった。九ってどういう意味？分かんない。It's very clean. じゃあここで行こう。あ、このさ、段の基盤とか。1、2、3、4、5、6、7、9番目。9あるよ。9番目。何でもない。何でもない。あ、あった。あった。頭いい。あったー。これが9なの。そうなんじゃん。私の部屋にも1個あるのかな。オッケー。キュッ。なさそうですね。あっ、なんかが見える。なんかが見える。ヒントあげた。ヒントあげたって。でもこれ9なの。まあ、9でも9じゃないけどね。でもこれ何なんだろう。4番。じゃあ、あれが1番で、これが2番で、3番で、あ、違う、それが9番で、これが9番なの。これが9なの。なんでこれが9なの。わかる。どうも。パパちゃん、聞いてあげてください。ヒントはですね、呼吸です。意味わかんない。意味わかんない。呼吸。アナグラム。アナグラムって順番を変えていつも文字を作ることだよね。呼吸を順番変えてみたら。呼吸はそのままでアナグラムにするんだって。9個。何？9個プレゼントがあるってこと。はぁ、今何個？1、2、3、5個。どこに5個？せーの。あー、そっか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。わかんない、探さないと。じゃあまずは探して。探そう。ない。あった。でもこれは出した。あった。ランドセルの中。ない、ない。ミセスソース。あった。アイユレ。あった。あった。わお。あった。でかい。はぁはぁはぁせいは1個しかないね、まだ。しんちゃん1個しかないの。まっちゃまっちゃ。いや、たぶん2人ずつ9個あると思う。1個あったら死ぬよ。
か。ないです。ゴー。はい、もう1個ですよ。おもじちゃんにヒント聞いてみたら、おいちゃん、ヒントくれー。姫島です。姫島さんは目が見えない。それがヒントなの。目が見えないことを英語では I can't see.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  Blind. Blind. あ、わかった。私わかった。やはり強み。あれはない。またヒントだ。何個かが本当のプレゼントで、何個かは全然違う。せ、それ何？ T シャツ。ハイネックのセーター、ワンピース。ブッツだ。え？せいちゃん可愛いそれ。ブッツの肩割れ。ズボン。帽子。かわいい顔似合う。またズボン、せいちゃん。スカート。何これ。ジャンパー。ボックスです。ボックス。紙だ。指輪と同じやつじゃない。違うよ。お、なんかもう一枚こんな紙が出てきましたね。一番でかいやつ。そう、ちょっとお揃いにしてみた。実はね、今日この後お出かけしようと思ってて。どこでいいかな。すっごい扱いだな。このプレゼントの開け方が外国人だよ。このビリビリ開けるのは必ず。チェーンのブーツじゃん。かわいいしょ。開けましょう。コートだ。せいちゃん。あ、お揃い？お揃いではないんだけど。あ、でもこれは何なの？せい、これは何？せいがプレゼントです。本日のプレゼントこちらです。さあ、2人謎解きタイムが始まりましたね。本当。まずこっちから解いてみましょうかね。指輪の写真があって、うん、これ上になんか線がついてる。指輪って他になんて言い方がある？リング。リング。それはもう放棄してプレゼントに徹してますね。で、だからオープンするよ。すごいサプライズがあるよ。オープン。うわー、リングの間に何が入ってるの？うん、ビビが入ってる。リンビ。リングの間にビね。あ、リングの間にビね。なんであの恥ずかしい親父は。すごい、もう放棄してる。リングの間にビ？リビン。リビング？見えた。リビング。リビングってこと？イエーイ。もう一個は、このものが全部あるのか。ブゴラ？キプーゴ？ブゴラ。これを全部つなげるのか。
全部よあうらあふわせなふふゆ見えた見えた見えたやめてません Come on ルールかどうか見てみたら全部2個ずつ言葉があるじゃあ2個ずつ言葉があるやつをピックアップしてみようあラが2つあるよねで、プが2つあるでしょ、うん、木が2つあるでしょ、うん、他なんかあるよあお、ないですねリビングに絶対あるものなんだ、うん、並べ替えるのかなわかんない待ってこれふ、せ、せ、ふせ、せ、ふえ、待って、せなんて言ったふ、せ、ん、ふせ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 やーやーやー見えた見えたふせじゃない、絶対あいそうふせふせ母ちゃん、見えたホントの誕生日プレゼントおめでとうおめでとうおめでとうじゃあリビング行きましょうリビング行きましょうカオちゃんもう後ろにいるよちょっと来ちゃうからやめてエイリアン対戦どっちがどっちなのかまず決めなきゃどうこれ一個できたできたんじゃないでもう一個がプリーズオッケーテープでちょっと止めてみましたよこれ写真ってことそうだと思うていうかこれなんかめっちゃずれてるんだけど何
玄関じゃない。玄関にうち赤いものあったっけ？はい、置いたんじゃない？これなんなんだろう。シャイン。シャインだね。ラメとか。ラメ。ラメのもの、うち。だってなんかここにある。ラメ。それ何？テーブル。何のそれ？部屋じゃないよ。この床がある場所。あるって。パパも実は、うん、ちょっと分かってない。ちょっと写真が難しすぎだからな。これ実はここにマークがあるんだけど、何のマークか分かる？アディダス。マーク。ちなみにラメはなんかラメで動画やったことない。スライムラメ。ほか。ぶっかけた。やあ。見えた？見えた。てか後ろ行きすぎたら映んないよパパ。もう今見切れまくりだからね。ああ。見えた。二人にも見えるかな。何？見えたかも。どれ？これ？これ。私のヒントは。うん、これ多分ゲームルームの引き出しのところなんじゃないかって。これ何のマーク ？PS。待ってせ、ちょっと待って、もう一個も見えさせて。そう、PS ってことは？ちょっと全然近すぎる。こっちは何よ。ラメで何か作りませんでしたか。ちょっと作った時のパパは動きをやってあげて。それでもう一人の人がどうする。パパこれ何してるの。たこ焼き。たこ焼き。たこ焼き作ってんの。今年だよ、カオたち。今年の出来事だよ。ちなみに、たまに生は使ってます。ということは、生が作ったものってこと。これ、生、わかった。何？これは、マグカップでしょ。ラメのね。そう。そして、その横はコップたちだ。オッケー、じゃあどっちから見に行く。プリン、アイス、フォー。プリン。ESP はどこにあるの？教えてあげる。知ってて。あ、大きいプレゼントやん。こういう感じですか。そしてもう一個は、イエス。ほら、これでしょ。箱を取ったの。これですね。ひしゃ。開けてみていいの。はい。誕生石。そう。成長反応薄いな。せい、これ欲しかったやつ？違った？もしかして間違ってる？合ってる？せい、嬉しすぎると。なんと本物ですよ、パプセ。ママたちには絶対買えないって言ったジャム、本物です。ジャムです。ジャムにしちゃうとバイキンになっちゃう。ジャム、ジャム、ジャム、ジャム。カホちゃんからの今年の誕生日のリクエストは、誕生石のものが欲しいというふうに言われていて、なんとこちら本物のブルートパーズでございます。11月の誕生石、すごい高いのでなくさないように。なくさない。せいちゃんはハローって書いてありますね。
しーちゃんなんか将来サイエンティスト、なんかロボットをね作りたいって自分で言ってて、トニー・スタークなんて、トニー・スタークトニー・セイトニー・セイ調べたらレゴでオリジナルのロボットを作れるセットっていうのがあったので、そちらを買いました。というわけで今年の誕生日プレゼントは何パパ？ジャーマネとロボット、ロボットでした。プレゼントお願いします。じゃあみんなにお借りしますよ。せーの、バイバイ、また来て。